ジョン・アレキサンダー・ロー・ワデルジョン・アレキサンダー・ロー・ワデルはアメリカ合衆国の土木技術者である。とりわけ橋梁を数多く設計した。明治時代初期、親とい外国人として時の政府に招かれ東京大学で講じた。JL ・ワデル、ジョン・アレキサンダー・ワデルとも称される。ワデルは1854年にカナダのオンタリオ州ボート・ホープで生まれた。 生じて1875年に土木の学位を取得したのはニューヨーク州トロイのレンセラー工科大学であった。学位取得後すぐにカナダに移り水産海洋省にて働いた後、カナダ太平洋鉄道へと移った。その後、再びアメリカ合衆国に戻り、今度はウエストバージニア州の炭鉱会社で鉱山設計に携わった。1878年には、 レンセラーに戻り、1880年まで機械学を講じた。そして再度カナダに戻り、ケベック州モントリオールのマギル大学にて、さらなる学位を取得し、3度当たった、アメリカのアイオワ州カウンシルブラフスのレーモンドキャンベル社に勤めた。1882年7月、日本の明治政府に招かれ、親とい外国人として、 東京大学理学部にて4年間土木工学の講義を行った。その間、ワデルは代表作となる著書を2冊上詞している。当時の本州の鉄道はイギリスの流儀で作られていたが、1885年、ワデルは横浜で刊行されていた英字新聞の紙上で経験則から作られるイギリス正教料に対してアメリカ正教料は理論で作られている。 今後はアメリカ製を採用すべきである旨の議論を提起する。イギリス側はチャールズ・ポーナルが反論したが、鉄道の発展とともに、ポーナルが設計した橋梁の設計荷重では不足するようになり、ポーナルが帰国した後、次々とアメリカ製橋梁に掛け替えられていった。万越再戦阿賀野川釜の脇橋梁。 1897年、岩越鉄道、岩越線が、郡山駅から北方駅の区間の建設を開始した。北方伊勢では、流量が多く、水深も深い阿賀野川を数度に渡りとかする必要があったため、すでにアメリカに帰国し、名声を得ていたワデルに調査を依頼した。ワデルは、カンチレバー式仮設工法。 すなわち中央スパンの両側のスパンをアンカーとして、中央スパンとなるべき桁を張り出し、中央で接合する方法の見通しを立てており、これを提案した。1913年、景観300フィートの阿賀野川釜の脇橋梁が、竣工。ワデルの提唱から15年が経過していた。この阿賀野川釜の脇橋梁は、 日本で初めてこの広報で仮設された橋梁であった。1886年、ワデルはアメリカに戻り、翌年にかけて、カンザスシティに新しく設計事務所を設立した。この会社は、今日でもハーデスティアンドハノーバーとして存続している。ワデルはいくつもの挑戦的な設計を行い、それらはすぐに強度に優れるというデモンストレーションになった。 ライトアップされた夜のエアリアル橋1892年、ミネソタ州ダルースは、運河改作により孤立した陸地となった、ミネソタポイントへの交通手段を公募した。ワデルは紹介橋を提唱し、優勝した。しかし、建設間際に戦争省が、この設計に反対し、紹介橋の建設は見送られた。結果として、フェリーやゴンドラで対岸に渡る運搬橋、 エアリアル橋が1905年に完成した。やがてエアリアル橋の輸送能力が追いつかなくなり、結局、元の運搬橋のデザインを残したまま、紹介橋に改造されることになった。皮肉なことに、この改造を請け負ったのはかつてワデルが創設した会社を受け継いだ会社であった。ワデルがミネソタポイント用に設計した橋は、 後にオリジナルよりも若干スケールアップしたものが1893年にシカゴにサウスハルステッド通り稼働橋として建設された。これはワデルの諸女作となった。ワデルは生涯で100を超える稼働橋を設計し、彼が設立した会社は各種の稼働橋を制作した。1920年、ワデルはニューヨークに移り、ガンサルズ橋やマリンパークウェイ。 ギル・ホッジス・メモリアル橋の建設コンサルタントとして活動した。1934年、妻が死去。その4年後、1938年に、ワデル自身も死去した。ワデルは、高架鉄道システムの基準を作り、長大スパンの橋梁に適する素材開発にも力を注いだ。その最大の功績は、蒸気動力の紹介鏡の開発である。 橋梁設計者として広く尊敬を集め、技術者には、クオリティートレーニングが必要であると提唱した一人でも、ある。生涯で設計した橋梁の数は、アメリカとカナダだけで1000を超え、メキシコ、ロシア、中国、日本、ニュージーランドにもある。現在でもなお供用中のものも多く、それらの多くは、歴史的ランドマークとして知られている。よく知られているのは、 ミズーリ州カンザスシティのアーマースイフトバーリントン橋であり、今なお、BNSF 鉄道により使用されている。ワデル、A トラス協、歴史的公共集団岩越支線アガノ川釜の脇、協力仮説工事報告書マイナス5ページに、ワデルに依頼した旨が、70ページに、ワデル設計の図面が掲載されている。同じく、 岩越千の阿賀の川徳沢橋領と阿賀の川部下、土橋梁は阿賀の川釜の脇橋梁と同タイプのものとされた。ありがとうございます。